はい、それでは始めていきましょう。トラ吉チャンネル、今日はサカツクやっていきたいと思います。今回は今週の更新情報ということで、前回の動画でお伝えできなかったところをしっかりまんべんなくお話しできるようにしていこうかなというふうに思っております。また先週やってきておりました SWCC の振り返りなども今回は簡単にやっていこうかなというふうに思っておりまして、最後には今週追加となりました 4.5 周年 AC ミラン染めの第2弾のガチャの追加50連と。いやー、本当はね、そんなにたくさん引かずにいっぱい出てくれれば言うことないんですけども、今回追加でやっていきたいというふうに思っておりますので、盛りだくさんでお送りします。よかったら最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、ということでまずはお知らせ画面にやってきました。今週は前回一度動画を出させていただいておりまして、今週の新ガチャスーパースターフェスレジェンズという形のものの、選手紹介、そして、ガチャ早速50連という形で引いておりますので、そちらまだ見てないよって方はね、見てから戻ってきてくださると嬉しいなと思いますけども、今週の更新情報ということで、まずは通常時の立ち回りですね。少し時間経っちゃってますけどもお話しさせてください。まずはね、今週はワールドツアーヨーロッパやってきておりまして、これをね周回していただくのが一般的にはおすすめかなというふうに思います。いつも通りですけども説明させていただきたいと思います。いつも通りじゃない点がいくつかあるのでね。ノーマルモード全、ミッションコンプリートで 500GB が手に入るよと。で、今回から、アクセサリーで、金色のミラン、これミランって読むんですよね。前回の動画でも少し言ったかな。で、虹のアクセサリーが初登場ということで、今まで金アクセサリーが最上級形だったんですけども、まあ、虹色が登場したということで、まあ、これを狙って今回周回しましょうというところになっております。で、今回のワールドツアー普段と何が違うかというところに行けるかと思ったけどまだ行けない。ミッション、デイリーミッションと、毎日だから1回はできるものですね。そして期間中1回限定のミッション等がありまして、今回のワールドツアー実は開催期間が2週間になっております。これ非常に珍しいタイプなので、まあ、2週間、いっぱいいっぱい皆さん楽しんでやっていただければなと思うんですけども、まあ、まずはね全ミッションコンプリートを目指してやっていただくっていうところなんですけども、2週間時間があるので、こちらの虹のアクセサリーをたくさん手に入れれるように頑張っていただくというのが今回おすすめになってくると思います。今回は着用条件がセンターバック、というところで、サブ効果がそれぞれについていて、さらに3つとも、ね、同じ選手につけるとコンボ効果が2つ、鎮火、タックルとマークが中アップするフェアプレー、接触プレーの時ファールを取られる確率が下がります。これも素晴らしい能力だなというところですね。そしてボックススカウトから星4選手獲得することができて、この5名の選手ですね、特にね、チェントラーレというね、プレースタイルを持っているこのチャウ選手などは非常に貴重な選手かなというふうに思いますので、ぜひ、引いてみていただければというふうに思います。はい、通常時の立ち回りという点でまだまだ外せないのがこちらですね、レジェンドマッチ。今回の、まあ、一番上見ていただくと、新しくやってきたワールドツアーが2週間開催期間があるということなので、まあ、2週間目いっぱい使って虹色アクセサリーや、再録のね金アクセサリーを集めるっていうのが主流だと思うんですけども、まだまだね、前半今週1週間に関してはレジェマを周回するっていうのも僕はありなんじゃないのかなというふうに思っております。なんといってもレジェマは1週ごとにですね無料10連が手に入るということで、まあ、まだまだ、その無料10連をですね、かき集めていただいて、こちらですね、僕自身現状これ合計でね1600ぐらいかな、1600連ぐらいは無料10連してるんですけどもね、まあやっぱりこれを集めれば集めるほどね、突にはやっぱりつながる限界突破がしやすいということになりますので、今週はねまだまだこのように、レジェマを周回していただくっていうのもありなんじゃないのかなと思いますので、それぞれの状況に合わせて判断していただく、まあ、僕自身は一応迷ってるけど、虹色アクセサリーを2人分3人分ぐらいはやっぱ最低でも集めたいなと思ってるので、すごい迷ってる。結論が出てなくて申し訳ないんですけども、レジェマの重要性も一応お話をしてい、おこうかなというふうに思いました。はい、続きまして SWCC の結果発表の方に行きたいと思います。まずね、今回マスターディビジョン、初めてね登場して僕自身も参加したんですけども、最終予選リーグ1076位、いやこれはちょっとね個人的には1000位以内に入れなかったのすごく残念なんですけども、今回でいつもでしたら SWCC の最終予選、
はい、このような形ですね。21勝14分け15敗ということで、もう勝ったり負けたり引き分けたりでね、忙しいところだったんですけども、普通であればですね、もうちょっと細かくデータを取って、皆さんにですね、まあ、SWCC の結果発表だけで動画1本お伝えする、お送りするというところなんですけども、今回ね、なかなか時間がなくてね、最終予選リーグって50試合全部であるんじゃないですか。で、その50試合を全て残して、あれ？そろそろ終わりじゃね？最終予選。っていう45分前に気づいたんですよ。45分前に気づいて、いや、こんなんとぼけ取ってる場合じゃね、とにかく50試合やらなきゃって言って今回やらせてもらったんで、実はね、ちょっと正確なデータが取れていないというところで非常に申し訳ないなと思っております。まあ、なので、まあ、マスターディビジョン、搭載第1回なのに非常に申し訳ないんですけど、今回ね、細かいデータはありません。もう本当によく負けたね。よく引き分けたし、勝ちきれなかったというところになっております。細かい予選リーグの順位、自分自身のところを見てみると、まあ、勝ち点77の人の中では、なんと得失点差が1位と。ね、もう1075位の方は勝ち点78なので、77の中では1位と。いうところになりました。68得点41失点。もう僕自身はいつもこうですね、やっぱ失点が少なくて得点が少ない、うん、このパターンがめちゃくちゃ多いので、どうやってね得点力をね、加えていくかっていうのは非常にいつも、困っているところなんですけども、まあ皆さんぜひねアドバイスいただきたいななんて思ってるんですけども、まあ第2回はやっぱりね順位報酬なるものがありまして、なんとかね1000位以下でもプラチナトロフィーは手に入るんですけども、やっぱり1000位以上に入るのと入らないのとではね、金トロフィーの数がえらい違いなので、もう1000位以下はね参加賞みたいなもんになっちゃってるんで、ちょっとやっぱ次回はねぜひ1000位以内に入れるようにしたいなと思いますので、また楽しみにしていただければなというふうに思っているところでございます。一応ねマスターディビジョンに参加した人間としてご報告できることとしては、このプラチナトロフィーがね1000以下でもね32個は手に入ったよというところになっておりまして、プラチナトロフィーで買える選手がねイベントショップで追加になっております。で、このフェイ選手であれば今回ね1枚スキル要因としてフェイクドリブルのスキル要因として手に入れることもできるんだよというところになりますので、次回以降どのディビジョンで参加しようかなと思っている方はですね、参考にしていただければ嬉しいなというふうに思います。さあ、では今回はガチャでね動画締めていこうと思うんですけども、前回の50連ね見ていただいた方ね、ちょっとね今からネタバレ入りますけど、まあひどい引きで前半50連ちょっとやってらんないよっていうところだったので、今回は60連目から100連目という形でやっていきたいと思います。まずルイコスタとピルロが出てないというところになりますので、前回は結果的にこの5番目ですね、5番目のケア選手しか出てない。だからケア選手は副キャプテンみたいな能力を持ってるのでチームには必要なんですけど、まあ突までしてレギュラーに据えるつもりが僕はないので、ちょっとねその他の選手たち、ディアス、ジル、そしてピルロ、ルイコスタと、まあこの辺の選手たちをねメンバーに入れるとどうなるかっていうところはね、また次回の今週中に出そうと思ってますけども、次回の動画でねお話ししようかなというふうに思ってるんですけど、まあ、とにかくガチャ、今回の通常時の星5確率は 10%、 しかし星5選手の中の半分は、今までのなんていうんですかね、新登場選手ではないというところになってますので、新登場選手が出る確率は 5% というガチャをね引いていこうと思っております。この9選手の中で当たりと言えるのはやっぱディマリアとドンナルーマの2人だなというふうに思いますので、まあ、これが出た方はねそれなりに喜んでもいいんじゃないのかなというふうに思っております。では、ね、前回は戻っちゃった画面、前回はなんと50連で星5 2枚しか出なかったという 10% ガチャを引いてるとは思えないような結果だったんで、今回は50連で、まあ、まあまあまあ特別獲得枠もありますから50連で7枚いきますよ。今回は7枚いきますよ皆さん。前回の遅れも取り戻さないとというところでございます。行きましょう。7枚目指して。さあ来い。やったーやったーか。右サイドバックは今回のチームにはいないので、まあデストロイタックル要員としての獲得かな。ワンビサカ選手。まあ当たり、今回の星5選手の中では当たりではないけど、星5 7枚引くぞという、まあまあそのスタートとしては悪くなかったかなというところですね。
ガンガン行こうぜ。さっきも星4の BGM とか SE で、星5選手が出ました。まあ、気持ちよく星5確定音で早く来てほしいところ。まあ、前回もそれがなかったんでね。さあ、この60連目、ステップ6は、特別獲得枠が10枠目であります。確率 50%。しかし 50% で新星5選手ではないので、そこはちょっと切り抜けないといけないんですが、うわー、いやー、ちょっと今回第2弾になってからガチャ運がかなり落ちてますね。ひどい。いやー、星5確率 50% 引けなかったな、痛いな。まあ1枚 10% でね出てくれたのはいいんですけども、まあ、とにかくミランの選手が早く出てくれないと困っちゃうよと。70連目いきましょう。だいぶ口数も少なくなってきちゃうよね。出てくれないとさ。4枚目、ずっと同じ BGM。 はい、BGM SE 落下落下。やばいって。やばいって、それは無言になるよ。まずい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 。おい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 、俺7枚引くって言っちゃったぞ今日。はい、では80連目やっていきましょう。一回アプリを落として確率をリセットしてきました。一回ちょっと、あー、怖い怖い怖い。6% の時あんな順調だったのに。10% で出るもんだと思ってるから余計になんか出てなく感じるのか。いや、違うよな。怖えよ。そんなにガンガン引いていく余裕ないからね。第2弾は本当早々に5枚引き切って、はい、おしまい、よろしくみたいな、あとは凸頑張ってくるぜみたいな、その程度にしか考えてないんだから、こっちは。いやー、怖いよ。 10% で、本当に 10%?やばいよ。ほんと出川さんじゃないけど、やばいよやばいよだよ。やばいよやばいよ。まずいっすね。なんだ？ここまで80連で3枚。80連で3枚だよ、星5。ルイコスタの顔が腹立ってきたな、もうもはや。80連で3枚だよ。怖いんだけど。90連目いきます。とにかくミランの選手がまだ1人しか出てないのよ、80連で。おいおい、やばいやばいって、マジで。いや、怖いよ。10% でしょ。こんなに 10% って引かない？怖いん、おい、ほんと怖くなってきちゃった。うわ、やばいやばいやばい、頭フラフラする。やばいやばい、ガチャの調子が悪い時に出る症状。いや、怖い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 。いや、無料10連引いてんじゃないからさ、こっちも。やばいって。なんなのマジで。ちょっとどういうつもりかわかんないんですけど、今日もまだ1枚しか引けてません。で、ステップ10は特別獲得枠があるし、通算ボーナスも1つもらえるので、出るのは当たり前なんですよ。そんなのはね。怖いんだけどマジで。本当に 10%? 提供割合確認してやろうかな。 10% っすよね。各選手 1%。 いや、怖いよマジで。前半、第1弾の時に出すぎた。ということで今日は最後ですね。合計100連目になるわけですけども、引いていきます。すいません、本当全然出てなくて。これでも動画見てる人って、このなんかザマーミロ感の方が大きいんすかね。はい、出ましたよ。
でこれは誰、これはミランの選手なの、違うでしょ、違うじゃん、これ出たよ、これ前出たって、マンシーの選手でしょ、これその僕が調子悪いのって皆さんからするとうわかわいそう、また見ようと思うのか、こいつマジざまねえなと思うのか、どっちの方が多いんすかねマジで気になるわ、見てる人もこれ見て楽しいんかなと思っちゃう。いやまあ特別獲得枠行ったら出るの当たり前だから、いやそんないらんから、いらんし、いらんし、これまたあれじゃん、ケハーはいらないんだって、いや怖いわマジで、ポッター選手1枚目とかいいのよそんなのは、やばくない、やばいってやばいし、ちょっとなんか語彙が少なすぎる、動揺しすぎて。ということで最後にこの選択チケット画面に行くとですね、こうやって今まで何枚出てるよっていうのが見れるんですけど、100連でケア2枚だけ、いやディマリア1枚ってのは違いますよ、もともと持ってるやつね、ドンナルンマ1枚ももともと持ってるやつだから、エルナンデス2枚、ワンビサカ2枚、ケア2枚の計5枚、いや怖い、いや怖い怖い怖い、計5枚、確率 5%100 連で、いやー怖い、あー皆さん次回以降もぜひご視聴よろしくお願いします、助けて、みんなが見てくれてその視聴数でしか慰めを受けられないよ、これ一人でさ黙々と家でガチャ引いてこの確率だったらマジ携帯投げるよ、本当に恐ろしい恐ろしい、選択で1枚手に入るからいいじゃんじゃないのよ、やばい。ということで次回、今回の新登場の5名のね、どういう風に活用するかみたいなね、ちょっと、第1弾の、チームにどういう風に入っていくかみたいなお話をしながらまたガチャ引きたいと思いますので、楽しみにしていてください。今日の動画に対する同情の高評価、お待ち、ざまあみろもと思う方も、同情を持ってくださる方も、高評価、そしてチャンネル登録して次回の動画もぜひ楽しみにしていてください。今日は以上です、失礼します、いやマジ勘弁してほしい。